では、細井さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。まずは、先週 G1 高松宮記念でしたけれども、細井さんの推している馬がきっちり来ましたね。やー、もうでもなんかこう枠によってファストホースを本命から3番手評価にしてしまって ああって感じでしたけど、でしたね。外枠でもきっちり頑張りましたね。で、逆にあの日の馬場状態を見ると結構外差しだったので、だから意外にこう枠が出た時は、わあ外すぎるなって思った馬たちも意外に外でよかったっていうような、なんかこう馬場状況ではありましたよね。やっぱりミチュアル、オモババがかなり影響を与えた一戦になっちゃいましたね。というのと、あとやっぱり改めてこう前走からのつながる競馬をすごくやっぱりファストホースはしてたし、やっぱそこをこう、やっぱそこなんだろうなっていうのをすごく思いましたね。まあ、あとは、丹内くんの一番ですよね、トラベスーラが、もうあの枠と馬場をこなせるって初コンビでも思って、すごくいい競馬をしてましたもんね。内枠のね、馬も気になるよねってずっとおっしゃってましたもんね。そうなんですよ。なので、まあね、本当に、まあまあ、でも、3連覆はなんとかいただけたんで、おめでとうございます。よかったです。ね。はい。まあ、そんな中で、さあ、今週は今度は一転して中距離の方ということで、大阪杯でございますけれども、なかなかまだ力関係が読みにくいような、そんなメンバーかなと思いますが、全体的な印象としてはいかがですか？そうですね。逆に阪神を見てて、馬場状況ってどう感じてます？ちょっとね、だから先週しっかり雨が降った中で競馬があって、まあ、うちが荒れてるように見えるんですけど、でも、割と前が残ってる印象なんですよね。そうですよね。先行内有利みたいな感じの印象でしたもんね。で、この週中は雨降らずで、週末も天気はいいということですもんそうですね。よね。はい。で、阪神の内回りの2戦って考えると、やっぱりこう、シンプルに、こう、先行内有利っていうような形で考えた方が、やっぱいいのかなとも思いますよね。やっぱりなんか例年もそうなんですが、G1 になってからのこの大阪杯がもう確実にというか、今のところ100%4角5番手以内が勝ってますもんね。ああ、確かにそうですね。だから本当にここがさ、この大阪杯と宝塚記念の大きな違いがたった200メートルなんですけど、なんかこう、大阪杯はやっぱり前である程度うまく立ち回れる馬。でも、大阪杯は一変して長くいい足で外から追い込めるような、まくってこれるようなタイプの馬っていう風な印象がありますもんね。宝塚の方ですね。なそうるほど。そう。だからそのたった200メートルだけど、本当にこう、要求されるものが違うのかなって思うと、やっぱここは天気もいい、選手の馬場状況も見ても、やっぱりまあ先行内で狙った方がシンプルにいいのかなっていうのは感じてます。なるほど。ということは、位置取り、まあ、前に行ける馬から順にというようなイメージになりますか。どれ注目してます？細井さんの前に言えないですよ。いやいや、どれ注目いされや、てまもうす？個人的に、まあ、実況する立場としては、まあ、やっぱりもう武さんがどういうペースで行くんだろうなという、ジャックドールの作る展開、武さんの作る展開によるのかなと思っておりますが。今回実況なんですね。はい、よろしくお願いします。こちらこそです。いや、もう私もやっぱり、結構先行馬いないですもんね。そうですよね。岩田さんのノースブリッジ、まあ、100ドル、この2頭が行くかどうかぐらいの感じで。なんか絶対的な逃げ馬がいないっていう中で、で、まあ多分ジャックドールが、まあ、スタート次第ではあるとは思うんですけど、私もジャックドールが、まあ、その無理やりではなくても、もういい形の中で花を切る、形になるんじゃないかなって、そしたらやっぱりある程度ペースも落ち着くと思うんですよね。で、しかもジャックドールって昨年の大阪杯はやっぱりそれまでのローテも意外にちょっとこう詰めてきてたところもあったと思うんですよ。で、やっぱり当日大阪杯見た時、金胡賞よりも明らかに
ちょっとやっぱ体がこう小さくこじんまりとして見せるなっていうのもあったので、やっぱり一戦一戦一生懸命やっぱり常にどのレースも走るタイプの馬なんで、やっぱり間隔空けた方が、詰めてこうあまりこうコンスタントに使うよりも間隔空けた方がいいタイプなんじゃないかなとも思うんで、まあ私もなんか全てを考えてもジャックドールが行く形になるんじゃないかなって、で今の状態であって、まあ、豊さんであってっていろんなことを考えると、やっぱりジャックドールは魅力的ですよね。そのままこう、もちろんあの札幌記念の時にそういう競馬じゃなくても勝ってるっていうところも強みではあるんですけど、まあいずれにしてもそういう競馬もできる、なおかつ、まあ、今回のメンバー構成見ても必ずしも行きたいっていう馬がいないってことを考えると、で豊さんが鞍上ってなってくると、私もやっぱりこうジャックのペースというか、ジャックで、まあ、競馬がもちろんあのペースを作るのは2番手ではあるんですけど、なんかいろんなものを考えても、うん、ジャックドールはすごくやっぱりチャンスは大きいんじゃないかなと思ってますね。そうですよね。何か今週の栗東での会見を聞いていても、武ジョッキーも、そして藤岡調教師もやっぱりなんかこの馬のスピードを生かしていく本来の持ち味をということを結構強調されていたので、今回はやっぱり逃げたいし、逃げる方がやっぱりこの馬本来の走りなんだろうなというように感じられる、そんな言い方されてましたね。だからこそやっぱり安城豊さんにっていうのも、なんかそういうところがある感じがしますもんね。だし、やっぱり私もなんか、うん、そんな気がするので、こう、リズムよくそのペースの中で馬を運んでいくっていう方が、確かにジャックドールらしいっていうか、ジャックドールに一番パフォーマンスが出るような気がするし、この舞台は決して合ってないようなイメージもないですから、そうなるとやっぱりジャックドールは魅力的だなと思いますね。で、同じく、うん、やっぱり馬が良くなってきて魅力的に感じるのはヒシイグアスですかね。中山記念ね、うん。久々でも全く問題ないというか、休み明けでもいきなり、まあ、しっかり強い勝ち方でね、おりましたよね。大阪杯とか宝塚の春も悪くはなかったんですけど、でもその時と中山記念を比べると、トモが全然違うんですよね。あの緩かったトモが本当にパンとしてきて、やっぱり初くらいですごくやっぱり成長っていうのはこう緩やかだと思うんですけど、で、ヒシイグアス自身がまあ7歳ですけど、まだ全然使ってないじゃないですか。っていうことを考えても、まあ7歳で本格化っていう言葉がまあ合ってるかどうかわからないにしても、本当に良くなってきたんだろうなっていうのを感じるんですよね。で、まあ、でも強いて言えば2200メートル、阪神コースならば私はヒシイグアスは2200メートルのが合う気はするんですけど、長くイヤス使えるタイプなんで。でも前回の中山記念見ても、結構こう、あの、コーナリングをすごくこう、うまく回ってるし、あの、そんなにこう、小回りっていうことでも、あの、体大きくて長いですけど、なんか対応できてるので、まあ、あの競馬ができれば、うん、多分やってくれるんじゃないかなっていう、あの、パフォーマンス、そんなにこう、崩れることもないんじゃないかなっていう感じがしたので、やっぱりヒシイグアスも魅力的な一頭じゃないかなと思ってますね。そうですよね。まあ、去年の宝塚でもね、しっかり阪神の内回りで来てますし、知れそうなイメージもあります。それから、まあ、なんていうんですかね、やっぱり、コバの中の、戦ってきた相手がね、このままちょっと違うなという感じもありますし、自力でもやっぱり上位なのかなという印象ありますよね。ありますね。本当は多分私も宝塚の方が舞台設定としてはなんかいいような気はするんですけど、でも中山記念であの立ち回りの中で勝利してる、あれがこう、わーっと大外ではなくて、そういう形の中で、あの、立ち回りの中でしっかりと結果出してるっていうところと、うん、厩舎力考えても、まあ、ヒシイグアスもやっぱり同じぐらい魅力的ではありますよね。そうですね。まあ、あとは、まあ、これはごめんなさい、僕は結構データを割と重視するんですが、なかなか6歳以上がこの大阪杯来てないなっていうところだけがちょっと心配ではあるんですが、ただそこはこのヒシイグアスの7歳は年齢で見るべきじゃないというか、まあキャリアで先ほどね、まだ20戦も走ってないわけですけれども、そういう意味ではフレッシュというか、まだまだね、伸びしろもあるぐらいの感じなんですかね。
そうだと思いますね。やっぱりその大事にっていうか、まあ、使えない状況下もあったり、大事にっていうところがあって、やっぱそこまでこう心身ともにこう詰め込んでないっていうところで伸びしろもあると思いますし、やっぱりハーツクライがやっぱり覚醒したらそこからは崩れないイメージも、私は個人的には、まあ、崩れてしまうまま過去にはいるんですけど、でもやっぱりそこを見てもやっぱりヒシイガスっていうのは魅力的だなと思いますね。だしそこはまあ考えなくて、7歳という年齢は考えなくていいんじゃないかなとも思います。なるほど。頼うもしい。ん。あとおしありがとうございます。そして、やはり今回注目されているのは、その、牡馬に対して、去年の最優秀牝馬の2頭、というところになると思うんですが。ねえ、まあ、ジェラルディーナにとスターズオーナースですよね。で、まあ、ジェラルディーナに関しては、やっぱ一つ不安材料とするならば、やっぱ有馬でスタート遅れてますよね。そうでしたね。やっぱりあれがね、私、でもそれでもすごい最後追い込んできての3着で、やっぱり改めてこの馬のポテンシャルの高さを感じる走りでもあったはあったんですけど、そのいかんせん、スタートで遅れて、しかも今回、1枠1番でゲートの中でも待たされる状況か。っていうのがどう出るのかなっていうのは一つ感じません？ そうですね。まあ、今回初コンビにもなりますからね、鞍上も。まあ、そそう、の辺で、スうん、タートがポイントですか。スタートもポイントだと思うし、ちょっと冬毛もまあしょうがないとは思うんですけど、フォトパドックの写真見ても冬毛は出てるなっていうところと、その追い切りでもこう、もともとちょっとこうゴーサイン出してから頭高いところあるにしても、ちょっと頭がこうより、なんて言うんだろう、上がるような時も上がってるのかなと感じて、もうちょっとこう沈んだ方がいいんじゃないかなと思う時もあって、まあ、だから、まあ、どうしようかなってちょっと迷ってますね。なんかこう、もちろん強い馬だし、しっかりとこの G1 の舞台でも結果出してきて、って思うんですけど、いかんせんこの前走の内容がね、あんまりこう強かったよねって思うけど、でもやっぱりその、ちょっとスタートだとかいろんなことがちょっと気になりましたね。で、スタートオーナースに関してはやっぱ強いのは強いと思うんですよ。でもこの子も秋華賞でスタートをちょっとゆっくりでこう、後ろからなってしまって、でうまく、でもそこはもう腹をくくったルメール騎手が内をもう本当にじっとして、距離ロスなく乗って3着で負けたけど、やっぱりこの馬すごいよねっていうところを見せた内容ではあったと思うんですけど、だからまあ、キャリアの浅さだとかそういうことだとか、まあ、今回も5ヶ月半の休み明けの中でスタートっていう部分がどう出るかなっていうのは、でしかも阪神の内回りでスタートを後手踏んでしまうとね、やっぱきついものがあるじゃないですか。って考えると、やっぱりその能力はあるけど課題がないってことでもないよねっていうのは感じますよね。それぞれやっぱりこの2頭に関してはもうちょっと、まあ、距離があったり、直線長かったり長いね。方がいいかなっていうところはありそうですよね。そうなんですよ。でもそこはルメちゃんだしなとかさ、やっぱり、ポテンシャル高いしなとかっていうのももちろん思うんですけど、なんかこう、容易ではないですよね。ってなるんですよね。ってなると、まあ、非根幹距離のがいいと思ってたけど、2000だとか2400でも結果出してきてるベルトライゼンテの方に魅了されるところもあるのかなと思いますね。おお、そうですか。まあやっぱりなんといっても、鳴尾記念の時の1年4ヶ月休んでのあの勝利っていうのは、やっぱり相当なポテンシャルとレース感だとかセンスがないとできないことなので、やっぱり1着っていうのはすごい、インパクトがあった。で、オールカマーもちょっと外回さざるを得なかったから、もうあそこは仕方ない負けだなと思ったし、で、東京の2400というよりはどちらかというと、22とか25とか、ちょっとやっぱり非根幹距離で持久力生かす方がいいかなと思う中でも JC で3着。で、前走が59背負った中での勝利っていうことで、
すごく充実してるのと、やっぱりこの馬の力を持ってるなっていうのと、まあ、どんな条件の中でもこうしっかりとこの数戦、結果出してきてるんで、やっぱり魅了される一頭ではありますよね。まあ、やっぱりコントレイルの陰に隠れてとは言いませんけれども、2やっぱ着りそね。のね、後で、なかなかこう G1 というところまでは届かなかった中で、クッケンを乗り越えて、ようやくね、チャンスが来たなという感じはありますよね。そうなんですよね。だからやっぱりここも、やっぱ崩れない走りちゃんとはしてるんでね、オールカムは7着といえども、やっぱりその外回さざるを得なかったっていう部分もあるとするならば、やっぱり敗因はしっかりあるし、この馬もこう、まあ、侮れない感じは十分しますよね。最近本当に好意で競馬ができるようになってきたっていうところも陣営評価されてましたし、なんといっても鞍上がドバイそう、ワー乗りルドカッ乗っプ、そして て。川田ジョッキーですね。いや、だって地方重賞からドバイからね、中央の重賞はもちろんすごい勢いですもんね。で、やっぱりなんかこうジョッキー見てると、こう男馬の方が良さそうな感じのタイプでもありますしね、こう繊細な牝馬っていうよりはこうちょっと動かしていかなきゃいけないとか、そういうタイプの馬の方がやっぱり手が合うなっていうのも感じるし。まあ、いろんな意味考えても、ベルトライゼンっても魅力的な一頭ですよね。ってとななるると本当に 今週もやっぱりちょっとなかなか迷うというか、皆さんそれぞれ魅力的ですけれどもね。そうなんですよね。で、前走大敗してるんですけど、馬はよく見えたなって感じたのがダノンザキッドで、おお、そうですか。ダノンザキッド馬は本当に中山記念の時良くなってて、で、ただこの馬ってやっぱり内回り、狭いコースの内枠っていうのはもう体型的に中山記念見てても無理だなと思ったんで、まあ、外目の枠の方がこの馬って多分いいんだろうなと思うにしても、なので今回ちょっと外目の枠に入ったのはいいとは思うんですけど、ただ線路を巻き返せるところまで行くかどうかっていうのも一つわからないですもんね。だし距離的にもどこがベストなんだろうって考えたとき、千六千八なのかなとも思うところもありますもんね。2000まではというような言い方をね、陣営はよくされてますけども。このあたりが難しいけど、馬はすっごい良くなってきてたんですよね、中山記念。ちょっとだけ中ど。山競馬場に行くとね、馬がどうしちゃったのって、まあどうしても毎回なってしまうのが謎なところはありますけれども、阪神に来ればというところはありますよね。ただ阪神でもやっぱ走ってるのは外回りですもんね、イメージ的に。だけど、まあ、だから穴開けるとしたら3着とかね、こう穴開けそうなのはこういうタイプなのかなと思ったけど、でもいかんせん、阪神の2戦でどっちに出るのかなって、いい方向に出るのかなっていうのはちょっとね、首をかしげたくなるところもあるけど、でも和生君だしなと思うと。だけど、ちょっとそこもわからなくから、やっぱりちょっと評価下げてしまうし、ラーグルフもすごくやっぱりこの2戦、しっかりと走ってて、まあ、前回は本当に菅原ジョッキーがこう1頭で走ってるかのようにこう惑わされず、リズムを保っての2着だったんで、これ、鞍上の評価もあったと思うんですけど、でも、すごく力つけてきてるのは確かだなと思ってて。でもこれもちょっとこう2200メートルぐらいの方が合うタイプなんじゃないかなと、2000よりもね。っていうのも感じるんですよね。どうしようかな。最初はこのまま狙おうかなと思ってたんですけど、やっぱジャックと必死なのかなと思って、そこに入ってくるのがベルトライゼンテと、やっぱり岩田さんで、厩舎在厩でっていう、で、内目の枠入ったノースブリッジか。ノースブリッジが、前走は本当に完璧に乗ってるんですよね。岩田さんが完璧にあの枠を利用したのと、1頭分だけ内が良かったんで、そこ最後狙ってるっていう部分の中で、だから全てがうまくいっての一着であって、それがまあ今回できるかどうかっていうところにはなってくると思うんですけど、でも、4番っていういい枠を引けたし、で、ずっと在厩なんですよね、今のこう、
もう本当にね、休み明けすぐ G1 使うっていうところが多い中で、本当に前回もずっと在休で、今回も在休させてっていう、やっぱりそこの思いっていうのはやっぱり大きな大舞台の中ですごい強いものがあると思うし、この枠とやっぱり阪神コースっていうのはこの馬私かなり合うと思うんですよね。おお、なんそかうですか。前回の中山も結構どっちか意見が分かれたと思うんですけど、東京で結果出してるんで、東京のイメージがあって中山のイメージがあんまりない人もいたと思うんですけど、でも多分本質的には中山とか阪神の方が絶対合うタイプだと思うんですよ。って考えると、やっぱりノースブリッジは私は馬券ラインは入れときたいなって思いますね。うん。なんか今どう回でした？本当に岩田さん含めて並々ならぬ思いをね、調教の時から感じるのがノースブリッジでしたよね。なんか毎週三保まで行って稽古つけられてましたし、今回は絶対取りに行くんだというすごくなんか思いを感じるような、そんなチーム一丸となってる姿勢がね、ここは一発ありそうかなって本当思っちゃうんですけども。そう、しかも2200メートルで前回やっぱりちょっとやっぱり折り合い面だとかいろいろなことがあるタイプの馬ではあったと思うんですけど、そこもきっちりこうクリアして2200で勝ってるっていうところで2000になる。で、この枠で。で、って考えると、やっぱりね、プラス材料の方が大きいんじゃないかな。ただまあ、輸送してどうなるかっていうのは一つポイントではあるとは思うんですけど、まあ、その点はそこまで、どう見るかはちょっとわからないですけど、まあだから、まあ極端にね、体重が当日減ってたら嫌ですけど、そうでなければ、結果、出してほしいなとも思う意図ですよね。やっぱり一番陣営が手をかけてるわけだし、やっぱそれをオーナーも理解して任せたって言って、在休になって、ここまで時間費やして、ね。で、ちょっと毎日王冠の時にやっぱり体に余裕があったなとかっていうのも多分あったと思うし、まあ天皇賞って言ったら、まあではないと思うし、で、やっぱりその中山でやっぱり2-2で走ることが多分阪神にもつながるところもあると思うんで、そういった部分の中でしっかり結果も出してきてるって考えると、やっぱノースブリッジはプラス材料は多いと思うんですよね。まあ、位置も取れますしね。そうなんですよ、位置取ってじっとして、その多分、まあ、豊さんが行くとするならば、もうその後ろだとかっていう形の中で、多分イメージして、もう四角ではもう先行集団の中にいて、最後どれだけ弾けるかっていう競馬になると思うんですよね。それを考えてもいい枠入ったと思うんで、そう考えると、私やっぱりノースもちょっと重い印にしたいなと思ってますね。この辺やっぱり今回そのポジショニングとしては、まあ、ジャックドールが行くとするならば、皆さん痛いのは2番手、3番手、4番手、この辺ってことになりますよね。なると思うんです。かといって、そこでごちゃごちゃしてリズム崩すなら、その中段で一頭で走れる形の方がって思うタイプの馬もいるかもしれないんですけど、でもやっぱり内枠に入って、って考えると、やっぱりそこに、やっぱりノースは狙いたいと思うし、そこに入れるのはノースじゃないかなと思うんですよね。で、そうだそうだ。で、天皇賞の時にはね、ちょっとやっぱりね、仕上げすぎた感もあったんだよな。私そんなこと言ってた。言ってた言ってた。で、AJCC は良くなってきてるっていう話の中だったし、毎日王冠ちょっとやっぱり太め感っていうのも否めなかったなと思うんで、まあ、そういう手探りの中でやってきてて、しっかり結果出した前走が多分つながる競馬もしてると思うんで、やっぱまあ、あとはその輸送だと思うんですけど、そう考えるとやっぱ私はジャック、ヒシ、ベルト、ノースかなって、違うかな？いやいやいや、わかんないですか。僕ちょっと一頭聞いてもいいですか、おすみはいさん。はい。